バッテンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍南部の市である。中級中心都市バッテンベルクは、エーダーラントに位置しており、ザウアーラント及び、ロタール山地の南辺縁部にあたる。市は、海抜320メートルから650メートルに位置している。市内をエーダー川が流れている。市の北側の川床は、 エーダークニーアム・アウハンマー自然保護区として保護されている。バッテンベルクは、北はブロムスキルヒエン、北東はアレンドルフ、南東はブルクバルト、南はミュンヒハウゼン、西はハッツフェルト及びバートベルリブルクと境を接している。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたバッテンベルク・バッテンベルク及び ビトゲンシュタインの博化の防流が1214年からバッテン・ベルク博を名乗っている。バッテン・ベルクは1232年に初めて文献に記録されており、そのわずか2年後には詩として記述されている。この町とバッテン・ベルク博領は1238年に半分が1296年に結局前辞書がマインツ大使教領に編入された。 マインツ市教領のフェーデに伴い、ヘッセン砲白に担保として提供された所領から1464年にアムト・バッテンベルクが形成された。この地区は1538年頃にメアラウアー協約に基づいて完全にヘッセン・マールブルク砲白領となった。しかし、早くも1604年にマールブルク家断絶により、ヘッセン・カッセル砲白領となった。百二十四年には、 このうち、ヒンターラントと呼ばれる部分が、ヘッセンダルムシタット砲白領に割譲された。1821年から1832年まで、この町は、いわゆるバッテンベルク行政管区の行政機関、所在地であったが、1832年に新たに創設されたビーデンコプフ軍に編入された。1866年に、バッテンベルクはヒンターラントを含めて、 フロイセンに併合された。1932年、バッテンベルクはフランケンベルク、エーダー軍の一部となった。ヘッセン州の行政改革に伴い、1974年にこのフランケンベルク軍とバルデック軍はバルデック・フランケンベルク軍に統合された。バッテン、ベルクの市議会は31議席からなる。バッテンベルクは1954年に ホルニー・イジェティーンから追放されたズデーテン地方のドイツ人に対する保護協力を申し出ている。ズガラ、黒と銀に左右に分割された盾配色は1296年まで領主だったバッテンベルク博家に由来する。このバッテンベルク氏の紋章は13世紀にはすでに作成されており、ヘッセン州で最も古い史章の一つである。特筆すべきは イギリスのマウント・バッテン家である。この名前はアレクサンダー・フォン・ヘッセン・ダルム・シタットと身分違いの結婚をしたユリア・ハウケに由来する。彼女はこの結婚で世襲のバッテン・ベルク公の身分を得たのである。そのイギリス系の子孫は1917年からマウント・バッテンを名乗っている。シュトラーセアム・ブルクハイン添いの城山にあったケラー・ブルク城の首都は修復され、 展望台としてて利用されているバッテン、ベルク駅と特別旅客列車道路、交通バッテンベルクは、連邦道、B236 号線と B253 号線との交差点近くに位置している。この連邦道は、フランケンベルク、ビーデンコプフ、ベッター、ハレンベルクに通じている。鉄道交通1910年に開通したオベーレ、エーダータール鉄道に、 ベッテンベルク駅が作られた。駅は市街地からエーダー側の谷を降りた場所にあった。また、北部に位置するアウハンマー産業地区にも駅が設けられた。現在、この路線ではバッテンベルク・フランケンベルク間の貨物営業だけが行われている。旅客列車は特別なイベントの際に運行されるのみである。ブルクベルク公使の中心に円錐系の山、ブルクベルクがある。 1839年にはすでにハッツフェルト出身、クリスティアン・フランクがこの山でマンガン鉱を採掘する許可を得ている。1850年頃、レンラーテハウゼンの商人ベネディクト・ブルーメンタールは、硬い岩盤の斜面にマンガン鉱を採掘するための横工を掘った。1863年に彼が亡くなった後、ブルクベルク共同鉱山会社が採掘権を引き継いだ。 1893年から採掘システムはかなり拡大され、ダイナマイトや輸送用のトロッコが用いられるようになった。しかし1900年以降マンガンの採掘は中止された。第二次世界大戦中、この採掘校は防空壕として利用された。2000年に観光行動がオープンした。防人服と安全ランプを身につけて150年以上。 前の横行や縦行ガイドの説明付きで見学することができ、校内での労働条件を体感できる。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。